牛小江橋は、宮城県仙台市青葉区にある橋で、広瀬川に架かる。市道三居沢道線を通し、川内地区と国道48号を結ぶ位置にある。長さ134.6メートル、幅8.9メートル。右岸上流側から見た、橋折橋から牛小江橋に至る遊歩道住所地名では、左岸が、角五郎二丁目と八幡田五丁目、右岸が、 川内三十人町と荒巻である。より細かく分けると、左岸が滝前、低、右岸が三居沢となる。滝前は鳥沢が作る滝の手前にあることから、付けられたとも、対岸の三居沢の滝からとも言う。鳥沢、三居沢は共に広瀬川に流れ込む、小さな支流である。仙台城は、広瀬川右岸にあり、 北と東の守りを広瀬川に託すが、直接川に接してはいない。間にある段丘と河原に、家臣の屋敷を置いて、外郭防衛線とし、この地区を川内と呼んだ。牛小江橋は川内の西の端に位置する。さらに西は三居沢で、山が川に迫るため、行き止まりとなる。先に進むには、牛小江橋を通って左岸に出なければならない。橋から北に、 約300メートルで国道48号に通じる道が滝前日の戸である。牛小江橋付近の河原は仙台市における芋2階の場所として人気があり、秋には多くのグループが見られる。牛小江橋の位置には江戸時代に牛腰渡しがあった。名の由来は仙台城の石垣に用いる石を国見や大石原で切り出し、 牛に引かせてこの地点で広瀬川を渡らせたためと伝えられる。城から少々離れていたため橋は架けられなかったが、江戸時代を通じて渡し場として利用されていた。城から見て対岸には大崎八幡宮の門前町があって、仙台城下の北西の橋にあたった。1905年11月にレンガ造りの橋が架けられ、宮城宝石伝統会社の工場と参挙。 沢発電所の従業員は通勤に利用した。1913年8月に台風で流された。この後は吊り橋や木橋が架けられたが、大水による破損や流出が続いた。吊り橋時代には橋からは子供たちが川に飛び込んで遊んだという。1954年の架け替え前の木橋は幅6メートルあった。 1954年5月、4589万8000円をかけて、鉄筋コンクリートの橋脚を持つ鋼、ゲルバー橋がかけられ、両側の道も拡幅された。これが2009年現在ある牛越橋である。三居沢には、第二次世界大戦後に三居沢動物園が設けられ、後に三居沢交通公園に変わった。居沢発電所は2005年現在も稼し、 その関連機器は2008年に機械遺産26番に認定された。ありがとうございます。